お二人のツボが決定したところで本日のお客様をご紹介します。日産モータースポーツインターナショナル株式会社執行役員ユーザーサポート部門田中俊一さんと、株式会社オーテックジャパン商品開発実験部マイスターの中島茂治さんにご出演いただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では日産フェアレディ Z バージョンニスモの特徴をメーカーの方に伺います。3つのセールスポイントです。田中さんお願いします。はい、今回 の、 あのバージョンニスモは日産自動車のワークスチームとしてスーパー GT、のレースで、まあ、参戦するニスモ、まあ、ここのニスモのノウハウをあの直接投入したスペシャルモデルです。一つ目に、モータースポーツの楽しさを感じさせるデザイン、エクステリアデザインは、レーシングカーの、経験値に基づいて、空力効果の高い、造形を採用しました。スーパー GT に参戦しているフェアレディ Z から得られた空力データをベースに、スーパーコンピューターによるシミュレーション、そして、まあ、実装、実験ですね、を通じて、まあ、実現した、走行安定性に優れた機能的なフォルムを、作り出すことに成功しています。2つ目に、スポーツカーとして、Z を気持ちよく、進化させました。走りの面では、ボディの溶接面積増加、そして、まあ、補強バーですね、これらによって、ボディ剛性の見直しを実施して、ハイグリップタイヤの装着による路面からの高い入力、に対応させています。また合わせてですね、サスペンションのセッティングを、まあ、全面的に、まあ、リセッティングを行っています。それと3つ目に、高性能な走りを、まあ、リーズナブルな、価格で、楽しめるということで、フェアレディ Z、まあ、世界中で、まあ、20万台販売されている、スポーツカーですけれども、これの、良さを、生かしながらですね、これに対して、まあ、追加装備、をしているわけですが、コストパフォーマンスや購入メンテナンスの容易性というところにも非常に気を使っています。はい、どうもありがとうございました。さあ、この日産フェアレディ Z ニスモバージョン、ね、はい、これねバージョンニスモ、ね、はい、これをね五郎さんが試乗しているわけですが、はい、今回は、まあ、走ったでしょそうだね、まあ、走りたかったんだけれども、うん、今回は公道ですよ。あ、そうか、はい、いつものように高速道路、うん、それから箱根ワインディングロードね、箱根の、うん、走ってきましたんで、この車どのくらいの走りを見せてくれるのか VTR ご覧ください。このバージョンニスモを乗った瞬間に、いや、これボディが相当しっかりしてるなと、それがちょっと驚きましたよね。普通の Z も決してボディがやわな車ではないんですけれども、このバージョンニスモ、なんかこうコンクリートでできてるような、そういうこうがっちり感があって、ノーマルと比べるともう明らかに、バネ、それからダンパー両方固められてますね。で、ロールを抑えるスタビライザーもおそらく太いものがついているということで、こうしてちょっとこうハンドルを切ってみても、その時の動き、これがノーマルとは全く違いますね。非常にこうソリッドでシャープ で身のこなしが軽快であると。このバージョンニスモの場合はやはりそのZ の持っているスポーツカーとしての DNA、 それをより高めた上で、まあ、その結果としてということではないんですけれども、ボディとかを固めていった結果が、乗り心地も悪くないという、まあ、非常にこう一挙両得な車だと思います。このバージョンニスモもフロントが18インチで、リアが19インチという非常にこう大きなタイヤを履いているんですけれども、の割には乗っててこれ乗り心地が悪くないんですね。で、まあ、おそらくそのボディがしっかりしている分、サスペンションがよく動いているということなんでしょう。やはりサスペンション取り付け部っていうのは、まあ、ボディについてるわけですから、そこががっちりしてるとサスペンションも綺麗に動くんですね。ですから非常にこう乗っててドライで気持ちのいい乗り心地です。今回 Z
ットがマイナーチェンジをしたと。でそれに合わせてこのバージョン2.0 も出てきたわけなんですけれども、やはりこのマイナーチェンジの目玉は、エンジンですね。 VQ35HR というスカイラインにも搭載されてきた新しいエンジンを積んできたということですね。でこのエンジンやはりその一番の特徴はレスポンスが優れているということなんですけれども、この Z と組み合わせた場合に僕が一番こうメリットとして大きいなと思うのが、高回転まで回していった時のスムースさですね。今、100キロで走ってるんですけれども、4000回転、それからまあこれ2000回、100キロでも2速で6000ちょっと回ってるんですけれども、このぐらい回していったと聞いても非常にこうスムースに回っていると。以前の Z だとメンジンを回していくとすごくこうビリビリっとした振動が出て、特に、このシフトレバーに伝わってくる微振動、これは相当大きかったんですけれども、今回それがピタッと収まっていると。これは洗練度という意味では非常に大きな進化をしたと思いますね。今日乗っているバージョンニスモ6速 MT 版なんですけれども、このクラッチと MT のフィーリングとってもいいですね。特にクラッチ、これは非常にこうメリハリが効いていて、慣れるまでは若干ミートの時に気を使うかもしれないんですけれども、慣れてしまうとこのぐらいスパッとこうつながる方が、スポーツカー乗っているという実感も味わえますし、よりこうアップテンポな運転スタイルを取れるようになるんですね。このバージョン2.0もとてもスポーティーな車に仕上がっているんですけれども、座ってて一つ不満を感じるのがドライビングポジションですね。ちょっとこう座ってる位置がスポーツカーとしては高い、もっとこう低い位置に、そうですね、あと20ミリ30ミリは少なくとも低い位置に座りたいんですけれども、これ以上シートが動かない、下に下がらないということで、これはプラットフォームを乗車系と、Z って一部共用してるんですけれども、その影響なんでしょうね。ステアリングの位置が基本的に下がらないからシートも下げられないと。で、次期モデルはもっとそこら辺スポーツカーとしてのパッケージングというのをギリギリまで追求してほしいなと思いますね。Z 2002年に出た当時非常にこうスタイリッシュで僕はハッとさせられた。で乗ってみると、そうですね、外観に比べて洗練度という意味では今一つだったんですね。それが毎年毎年改良を重ねてきて、乗り心地も良くなり、そして、インテリアの質感も上がり、で、今こう Z の中でこれが最新最強のバージョンなんですけれども、乗った感じはそうですね、最新の Z は最良の Z であるということだと思いますね。数々の専用パーツや専用チューニングによってノーマルとは一味違う車に仕上がったこのフェアレディ Z バージョン2.0もいつものワインディングロードで使用しています。このバージョン2.0は足回りをノーマルに対してかなり固めている。でボディも固めている。その目的というのは当然コーナリング性能を引き上げるためですね。でタイヤも、本当に太いタイヤを履いてハイグリップなものなんで、こういうワインディングロードというよりはむしろサーキットのようなところでタイムを削り取っていくと、そういう目的がかなりこうウェイト高いと思いますね。ただそうは言ってもこういう道を、流していて感じる余裕の大きさ、それからステアリング系ですよね。こうステアリングを切っていくその時の正確性、それからこうどしっと落ち着いた接地感とか、そういったところではこの車が持っているこのポテンシャルの高さっていうのは十分感じられますし、あとそれを実際今僕運転してて、あ、楽しいなというふうにも感じています。ノーマルの Z は全体的にもうちょっとこうマイルドなんですね。であとはそのエンジンに関してもやはりマフラーが変わっているということで、入ってくるそのエンジン音、排気音も違いますし、
このバージョンニスモの場合はやっぱりこの週末にミニサーキット行ったりとかそういったこう割かしその濃い車生活を送る人にはこういう車とてもいいんじゃないですかね。このシートもバージョンニスモ専用なんですけれども座った感じ意外とソフトです。ですから、座面とかあとそのシートバッグの体が触れる部分はそれほどそのハードな印象はないですね。ただそのシート自体の剛性であるとかそれからシートの形状ですね、そこら辺でそのノーマルとの違いしっかりと出しています。このブレーキはなかなか信頼感のあるブレーキですし、あと何よりその微妙な操作をしやすいですね。こういう山道を走っていてもう本当にステアリングの一切りとかあと路面のあのギャップを乗り越えた時の感触とかで、まあ、車のその底力としては本当にこうボディっていうのが大切なんだなと思いますね。でこれだけボディがしっかりしている、これはあのノーマルと比べると本当に一目瞭然なんですけれども、どういう補強をしているのか僕詳しいことはわからないんですけれども、このぐらいのボディのレベルまで持ってこられれば、ノーマルももっと乗り落ち良くなりますよね。あとまあこのバージョンニスモ専用パーツとしてはパフォーマンスダンパーという、まあ、特別なパーツがついているんですけれども、それもおそらくこの乗り心地とあとそのボディの剛性感の両立に役立ってるんだと思いますね。